ゆなです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は想像で鬼滅の刃のキャラクターのコーデを組んでみたです。イエーイ。ということで、今日は私が今ハマりにハマってハマってハマっている鬼滅の刃のキャラクターの、コーデっていうの、例えばかまど炭治郎くんはこの色を使おうかなとかいうのを想像しながらコーデを組んで紹介します。それではどうぞ。はい、ということで早速コーデを選んでいきたいと思います。今日やるのがかまど炭治郎くんと、あと吾妻善逸くんと、あと橋平祐介くんと、かまど禰豆子ちゃんと、あとつゆりかなおちゃんです。選んできます。まずはね、押し入れの中のねやつを探していきましょう。じゃあ最初はかまど炭治郎くんからいきます。炭治郎といえば緑なんですよね。その炭治郎の羽織あるじゃないですか。ああいうの似たやつあるかなと思ったけどないんですよ。どうしようかな。じゃあちょっと、もし炭治郎くんが女の子になったらっていうので考えてみます。個人的に炭治郎くんはなんとなく大人カジュアルなイメージがあるので、炭治郎くんの家を取り入れた大人カジュアルなコーデをしていきます。これ使おうかな。これにちょっとレースを入れます。このね、白のレースを中にねこうやっていきます。こんな感じでいきます。はい、続きまして炭治郎の下のボトムスを選んでいきます。どうしようかな。結構ワイドパンツがいいんだよね。スタイルよくやるので結構パンツがあるから悩みます。あ、いい感じのワイドパンツかも。これにしようかな。じゃあこれにします。じゃじゃーん。よし、じゃあベルトを選びましょう。ベルトはね、でもね、もうね、頭の中で決まってるんですよ。大人カジュアルだからこれを使おうかなって思っております。じゃあちょっと組み合わせてみます。ざっと紹介するとこんな感じです。じゃあ炭治郎のコーデはこんな感じで、次に吾妻善逸くんを選んでいきます。善逸くんのカラーって言ったらイエローなんですけど、ここにはイエローがないのでこっちのね引き出しからちょっと探していきます。あんまりこういう黄色を持ってないんです。この黄色を使いたいと思います。ちょっと合わせてみないとわかんないんですけど、黄色はねとりあえずこれに決めてみます。続きまして、やっぱり善逸くんは稲妻ってイメージがあるから辛めのコーデにしたくて、あ、ちょっと黄色がありましたよ。スカートも黄色にしましょう。こんな感じで、こんなんじゃ巻き人間だよと思うんですけど、ちょっと小物をね考えたいと思います。まずは帽子をじゃあつけようかな。帽子、じゃじゃん、この帽子を使います。どうしよう、でもやっぱこの辺が全部黄色だとちょっと変だから、ウエストポーチつけたいと思います。こちらです。こちらまた黒のねウエストポーチをつけます。あ、いい感じじゃない、これいいかな。グッとグッとで、全体がこんな感じです。黄色と黒を使って辛めなコーデにしてみました。続きまして、橋平伊之助くんを決めます。伊之助くんなんですけど、見てるから大体わかるんですけど、改めて橋平伊之助って調べると上半身脱いでるのが多いんですよ。だけどもう無理やりも体服みたいに着せちゃって決めます。どうしよっかな。 G ジャンとかの方が伊之助のウェーって感じが出るかなと思って、一旦これにしてみます。こんな感じの。じゃあ次はね、あのパンツとかを選んでいきたいので、下いきます。やっぱここめっちゃ悩む気がする。どうしよう。腰があたりになんか猪之助くんは動物の毛とかをつけてるじゃないですか。鹿だっけ。頭がイノシシで腰と足のやつが鹿か鹿かなんとかだった気がする。だからベージュっぽい色をトップスに持っていきたい。どうしようかな。ベージュっぽい色がこの3個あるんですけど、こういうのと、あとはこういうシャツですね。普通にこういうシャツ、でもこれはちょっと違うかな、猪之助って感じはしない。これはやめとこう。これとこれ、じいちゃんと合わせるとでもこっちの方がいいような気がする。一旦こっちに決めてみます。あとね、結構肩が空いてるから若干ね、なんていうの、猪之助に近づけるみたいな。あの上半身は出さないけど、いい感じにね、肌がね
チラってなるからいいかも、近くなるかもね。続いてパンツを選びたいと思います。個人的にあの猪之助はもうすぐ勝負勝負ちょっとつんまじいなので、ダメージジーンズとかいいかなと思っております。これが一応今のダメージ、これ黒と、あともう一つ下にめちゃめちゃダメージがあるやつがあるんですけど、そんなやつダメかな。この黒で合わせてみます。じゃあちょっと合わせていきます。こういうね、内側とかこういうところにも若干のねダメージが入ってるので、ちょっと猪之助にぴったりなんじゃないかなと思います。あ、いい感じ、めっちゃ良くない？ちょっとここにまたアクセントを出してベルトを選びます。大体私がかっこよくするときはこれを使ってます。これめっちゃお気に入りなんですよ。もう一瞬でかっこよくなるから、なんかアマカラミックスのコーデとかでもよく使えるからめっちゃおすすめ。こんな感じです。え、よくない？なんか猪之助って感じ。猪之助ちゃんと下は履いてるんですよ。下も結構こんな感じじゃないですか。でちょっとこれ動物の毛で、したくないけど体育着させられてるみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ猪之助くん完成です。では次はかまどねずこちゃんを選んでいきたいと思います。どうしようかな。ねずこちゃんはザ女の子ってイメージだから、笑顔とかもめっちゃ可愛いじゃないですか。ってめっちゃ可愛いから絶対ザ女の子にします。じゃあ選んでいきます。トップスどうしようかな。これいいんじゃない？可愛い気がする。レースがここについてるから結構ガーリーにもなりますね。よし、スカート選ぼう。やっぱねずこちゃんの着物の色のピンクにしよっかな。これと合わせます。こんな感じで、じゃじゃーん、こんな感じです。よし、じゃあ次は上着みたいなのを選んでいきます。次は白でふんわりするような上着を選んでいきます。どうしようかな。結構白はね持ってんだよね。いいんじゃない？これ私の最近のちょっとハマってるやつ、つけるやつです。これ薄いから手通してもね透けちゃうやつです。これやったらふんわりするんじゃない？いいかも。この中にこれを着ると黒も透けていい感じにくぼみくなるはず。しかもこれつけることによってふんわり度がアップして女の子になるような気がする。でそれに着物の色のねピンクをね混ぜます。しょ、多分インした方が可愛い。こんな感じかな。これにしよう。これ絶対いい自信作、これに決定します。なんかめっちゃ気分が、友達と遊びに行く前に洋服選んでる人って感じ、めっちゃ楽しい。じゃあ次に杖里香奈緒ちゃんのコーデを決めていきます。やっぱりかなおちゃんもあの体格なんですけど、中は上に真っ白の羽織を着てるんですよ。だから上を白にしたいなって思ってます。レースが入ってるしな、こっちにしよっかな、これにしよっかな。でもこっちもいいよな。普通に無地って着てイヤリングとかで着てこのように可愛い。いや、でもレースにします。こういうね感じにします。可愛い、こういうの似合う女の子。次にスカート選びました。これではないな、なんか可愛いけどこれではないような気がする。かなおちゃんはでも可愛いな。うわ可愛いな。でも体服が女の子ってあのスカートじゃないですか。体服がスカートなんで、こういうのよりも普通にひらひらのスカートにしようかなと思います。どうだろうこれ。あ、よくないですかこれ。切り返しが入っててここはひらひらで、しかも色もいい感じの。なんかかなおちゃんって白と紺に見えるんですけど、髪飾りが一応ピンクが入ってるんですよ。だから軽くちょっとピンクがかった色を入れるといいかも。なんか大人になったかなおちゃんとかにしない？めっちゃ可愛いんだけど。よし、これにしましょう。いい感じ。はい、ということでまず5人分できたんですけど、その他にちょっと一般の大使たち、なんていうの、鬼殺隊の共通の、体服を組んでいこうかなって思います。 GO! はい、ということで体服を選んでいくんですけど、私的に体服は黒か紺の全身にビタって感じのイメージなんで、黒か紺の洋服にしていこうかな。こういうのすごく可愛いよね。なんか女の子の体服はこういう感じがいいなって思う。セットアップ、黒のセットアップ、よくない？これいいかも。これにしようかな。中は白 T にします。よいしょ。さっき見てたね、白 T を選んでいこうかなって。白 T はこ
真っ白、何も書いてないやつと、あとピンクだったらなんか分かんないけど、こういうやつとクマちゃんが書いてあるやつです。どうしよっかな、可愛いよなこれ。でも可愛さでクマちゃんにします。じゃあ大福ちょっと組み立てていきます。こんな感じです。大福です。人気大福みたいな感じにしました。どうでしょうか。タンタカタンタンタン。はい、ということで、かまど炭治郎くんと、あがつま善一くんと、橋平伊之助くんと、あとかまどねずこちゃんと、つゆりかのちゃんと、あと一般の鬼殺隊の大福をやったんですけど、ちょっとわがままで、ね、私がどうしてもやりたい方がおられるんですよ。こちらしのぶ様です。ということで、胡蝶しのぶさんをちょっとコーディネートしてみたいと思います。本当はね、もう登場する面なんていうの、キャラクターの全員のやつやりたいんですけど、さすがにそんな無理だということで、まあ好きだね胡蝶しのぶさんをやりたいと思います。いや、てかもう決まってるんですよ。一番張り切っていたんで決まってるんですよ。こちらです。じゃじゃん、かわいいでしょ。これは私が蝶々をイメージして組んだコーデです。もうひらひらのふらふら、こんな感じです。でこれだけだと本当に紫と黒ってだけなので、ベルトをつきます。この中から選びます。あまり派手じゃないものにしますね。どうしようかな、これにしようかな、これにします。ちょっと組み合わせてみます。はい、こんな感じです。どうですか、しのぶちゃんって18歳なんですよ。なのにめっちゃ大人っぽいんですよ。雰囲気が結構大人っぽくしました。はい、ということで合計7着決めていきました。ちょっと全体図をお見せします。じゃ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 ーん、こんな感じです。映ってるかな、映ってるかな、こんな感じで7着決めました。はい、ということで今から実際に着て、イヤリングとかアクセサリーも、あと靴とか、あと髪の毛もね、綺麗にして細かく紹介したいと思います。それではシュン。はい、ということでまずはじめに鬼殺隊の大福です。大福の個人的なイメージが黒か紺のみって思ってたので、黒のセットアップにしました。で、これが私の一輪灯です。この季節はね、日差しが強いんで日傘をこちらに置きます。日傘の呼吸、一の方、太陽、熱狂しちゃダメだけど、以上です。はい、まずはねずこの服に着替えました。まずねずこは、ねずこちゃんが着てる中のね、洋服のまずピンクを取り入れました。結構色味も出て近いんじゃないかなと思います。好きなポイントが、このつける白のね、ここなんですけど、ねずこちゃんふんわりしてるイメージがあるので、これをね、取り入れてよりふんわり感を出しました。どうですか、ちょっと現代版ねずこちゃんみたいな感じでうまくできたんじゃないかなと思います。はい、ということで、カツラに着替えてきました。はい、ということで、このポイントが炭治郎の髪の色を入れて、で、この横が、あとネズコを入れて入れる箱なんですけど、これを入れて、より炭治郎っぽく仕上げました。で、その春ピアスは赤で、炭治郎を使ってる全子ちゃんです。ちょっと激系な女の子になりました。
りました。で、このベージュも伊之助がね、口に巻いてる動物の毛をちょっとイメージしてしましたよ。で、伊之助は上の大服をすぐ脱いじゃうんですよ。なんで、ちょっとこうやって脱がすよっていうので固くしてます。俺の名前は橋未来伊之助だ、覚えとけ。じゃあな。はい、ということでケリカナンちゃんここまでです。はい、ということでポイントお願いします。まずカナオちゃんの羽織が白なので、ブスはちょっとサラサラでふわふわなレースのついたね、ブスにしました。で、あの女の子体育がスカートなんですよ。だからなんかちょっと合ってるかなと思って。あとカナオちゃんの雰囲気がなんていうの、ちょっと謎なんだけどふんわりしてるみたいな感じで思ってる。そっち君ではなんかちょっとこういうピンクベージュみたいな色を使いました。で、カナオちゃんの髪の毛はちょっと真似しました。ついにカナオちゃんでした。さよなら。はい、ということでおまけでコーディネートのピンクが全体的に蝶みたいにふわっとしたいみたいな感じだったので、で、まずね、このしのぶちゃんのカラーと卵のね、紫のめっちゃふわふわなブスと、下のね、つけてるしのぶのスカートで、ね、ひなやつで全体的にね、ふわっぽい感じに整えました。で、髪の毛も、ショップとかはずっとしのぶちゃんということで、いかがでしたか？結構ね、キャラクターの性格とかイメージを取られたんじゃないかなって思います。そしてここで内緒こそこそ噂話なんですけど、これ7着分私撮ったんですけど、全部一人一人メイクを変えてるんですよ。リップとあとアイシャドウ、アイラインアイブロウを変えてて、本当に小さな変化なんですけど、ちょっと気づいてくれる人がいたら嬉しいです。え、気づかなかったって、こうもうちょっと巻き戻して、あ、変わってる、あ、ここ変わってるとか探してもらえたらもう嬉しいです。はい、ということで以上です。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。